はい、スタート。はい、スタート。はい、はい、はい。さっきのとは違うね。6はないかな。あ、ちょっと失礼していいですか。そうだね、はい。これ皆さん経験あります？経験？経験はまだないっすね。やばい、それ経験はまずくないか。ちょっと経験したんじゃないですか。経験、確かに確かに。確かに確かに。そういうゲームありますよね。ああ確かに、ね、それで言うと確かに、ね、うん、ね、ゲームなら何度かね、ありますねじゃないですかね。あれ、みこさんないんですか。なんか見たことある。みこさんはまだないっすね。あ、ゲームでもない。はい、なんか最近結構ね、これ感づくよ、これやばい、周りが周りがみこさんも願望あるんですか。あー、願望、まあ願望か、ちょっとまだわかんないかなっていうところはありますかね。あー、なるほどなるほど、なるほど。こう的確なこと言っちゃうと、これちょっと猫マジでやばいやつですよね、これ。大丈夫ですか、これ。ちなみになんか、そんなになんで猫に聞いてくるんですか。なんか、友人とかで経験ある人います？いや、友人で言うと、やっぱだってホロライブ。うん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 。あれ、ホロライブだよね。あー、はいはいはい。あるかあるか。最近。最近、曲かな。あ、最近ね。はい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 。バレるって。ありましたね。ありましたね。あったかも、確かに。直近で見たのは、2組ぐらい。2組？そうですね。まあ、あ、まあ、ありましたね。私はでも、数年前にピクシブで見てますね。数年前に、数年前からピクシブで見てますね。ピクシブ？まあ、ありますよね。ありますよね、やっぱね。もう結構さ、その、ね、年始からすごい盛り上がっていたよね。年始、それ、なんかもう、すごかったっすよね。すごかったね。すごかった。衝撃的ではあったよね。みんなフィーバーだったからね、あれね。フィーバーでした。ねえ、ナレッちゃんはそういうのは興味ない？まあねえ、これ墓場とも言われることがあるのでね。墓場、あんまり興味はないかなって感じですけど。イコール墓場だもんね、これね。イコール墓場。そうだよね。そうですね、イコール墓場なところは。イコール墓場。みこさんもしかしてあれなんだっけね。みこさんは、あ、ま、でもふぶきさんはちなみにあるんですか、興味。なんか複数のホロメント、なんかもう、うん、もはやそうなのではないかって言われつつも、はい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 、特に特にそういう願望はないですけども、まあ多分同期でなんかもうそうだよねっていうのはあると思うんですよね。同期で、じゃあ、あれ、ちょっとぶっ込みますか？なんか、これ、このワードといえばこの二人みたいな。いやー、このワードといえばこの二人みたいな。まあ、すげえ最近で言うと、それ、それ、まずい。まずいか、まずいか。まずいか。いや、なんか、人狼にヒント与えちゃうのか。可能性あるなっていう人はいますよ、ちなみに。可能性がある人？それ、可能性があっていいのか。あ、まあ、でも、全員あるんじゃない？可能性は。あるけども、あるけど、多分、みんなの中でね、今こう話してるメンバーの中で、ありそうなのは、そこの二人ではないでしょうか。ねえ、ラデンさん。やめてくださいよ。どこの、どこの二人、どこの二人。名前で、名前で言ってもらっていいか。もうみこさん聞かないで、何も。あの、何も聞かないで、聞かないで、聞かないで、もう一回、もう一回。え？違うんですけど。なんか、なんか終了です。ちょっと気まずい雰囲気がすごかったけど。気まずすぎる。ふぶみこやん。ちなみにマジでみこ自分かもしれないって思ってます。なんで自白してる。最初になんかいろいろ言っちゃって、みんなが合わせに来た可能性があるなって思ってます。なるほどなるほど。じゃあみこさん、じゃあみこさんが自白するしかないかな。そういうことか。みこって何だった？みこのお題は結婚です。待って、
うん、私も結婚だったんですよ。はいはいはい。ということで、じゃあワードウルフの勝ちですね、今回は。あー、はい、ちゃんの勝ち。え、誰誰ちゃんか。白神です。え、何だったの、フブちゃん。じゃあね、ビジネス。あ、そう、そう、お題がね、ビジネスです。全然白神用意出してこなかったやないか。やばないよ。はい、お題じゃ合わせてって、なんか最近盛り上がってるのでビジネスじゃないなってなって。そうですよね。ビジネスで盛り上がりませんよね。次絶対黙るわ。黙れよ。だんだんこれ結婚だなってなってきて。そうですよね。まだ出すぎたヒント。